イエジニコデム・コシンスキー、ジャージニコデム・コジンスキーは、ポーランド出身で、アメリカ合衆国で活動した、小説家。本名ヨセク・レビンコプフ。ユダヤ系ポーランド人。ロシア革命の亡命ユダヤ人、ミエチスワフ・レビンコプフと、ポーランドのユダヤ人、エルジュビエタリニエツカを両親として、ウッチに生まれる。第二次世界大戦中は、両親と別れ、固い中で、 カトリック教徒を装いホロコーストを逃れる。この時のトラウマのために5年間、彼は口が聞けなくなった。戦後両親と再会し、身体障害者の学校へ入学。成績は極めて優秀で、ウッチ大学で歴史と政治学の修士号を取得し、ソ連に留学する。20代前半でワルシャワのポーランド科学アカデミーで助教授を務めた。 しかし当時の共産主義体制を嫌い、約2年にわたって国外へ出る計画を立て、写真に熱中し国際的な写真コンテストに作品を出品し、写真家として評価されるようになる。国外へ出る許可を得ると、捕まれば12年から15年の刑を受けることを覚悟で1957年にポーランドを脱出し、アルゼンチンとブラジルを転々とした後、 その年の12月にほとんど無一文でアメリカに渡った。その時彼は全く英語を知らなかったという。いくつものアルバイトをしながら、辞書を引き英文学の古典を読み、日に4本の映画を見るという猛勉強の末、1958年にフォード財団の奨学金を得て、コロンビア大学で社会科学を専攻する。1960年にジョゼフ・ノバックの名で、どうしよう。 未来は、我が物、第三の道はないという二作のノンフィクションを発表する。1962年には、ナショナルスチールの創業者アーネスト・ティー・ウィアーの未亡人、メアリー・ヘイワード・ウィアーと結婚し、アメリカの上流社会に近づく。1967年には、グーゲンハイム奨学賞を受け、1968年には、コネティカット州のウェスレーアン大学の高等研究所の、 書院に任命され、1969年から1970年にかけて、プリンストン大学で現代英詞を、イエール大学でドラマティック、プローズと批評を教える。作家としてのコジンスキーには謎の部分が多く、ゴーストライターの存在や、コジンスキーとは経歴詐称の作家集団の名に過ぎないなどの憶測が耐えなかった。特に半次元的な作品と考えられた。 異端の鳥については、盗作の疑いがかけられたり、小説の内容が、著者自身の体験ではないという批判を受ける。自分の小説が事実に基づいた、ノンフィクションであるといったことはない、とコジンスキーは反論している。彼と CIA との関係は、死の直前まで取り沙汰された。1981年公開のアメリカ映画、レッツに、グリゴリー・ジノビエフ役で出演した。 1991年5月3日、ニューヨークシマンハッタンの自宅でバルビツールを服用の上、ビニール袋を頭から被かって窒息死しているところを発見された。遺書があり、自殺と断定された。57歳ボーツ。作家のマルヤ・一に、コジンスキーを紹介したのは評論家の上草・仁一で、対談の中で、マルヤは、コンラットイゴ、最も英語のうまい。 ポーランド人ではないかと言い、植草は2作目のステップス・ステップスは素晴らしいと褒めていた。その作品のほとんどが30カ国語以上に翻訳されているという、植草人一アメリカ小説を読んでみよう小文社1977年 204p ありがとうございます。